はい、じゃあ、最後の作品選手になります。じゃあ、まずは今日の振り返りからお願いします。今日の振り返り、今日の試合の振り返り、今日は私のやっぱりプロ選手の最初の試合で、最初はちょっとすごく緊張してて、まあ、先ほど言ったんだけど、やっぱり落ち着くのを意識しないといけなかったから、それで、まあ、こういう経験があんまりまだないから、今からもうちょっと練習とかでプリシーズンとかでいっぱいなんかまたプレイタイムあって、こういう経験を、やって、そこから日々成長で、目標を、意識しています。すいません、ちょっと日本語頑張っています。じゃあ、質問の方、はい、はい、今日はまずお疲れ様でした。まず今日の試合に関して、どのような気持ちで臨みましたか？前言ったけど、試合の前はもうみんな笑ってて、僕も緊張の顔ちょっとみんな笑ってたんだけど、やっぱりゲーム中には真剣にして集中にしたら、そういう緊張はちょっと落とす、ほぐれる、いや、ほぐれるから、で、ゲームに入ったら、それ全部、なんか、this moment、how do you say? Like, I concentrate on this moment。 もうなんか、その時その時で集中してたので、もうその瞬間にっていうんですか？そう、だから、その緊張の考えもないし、そのファンの考えもないから、そこから、それが何にも考えないで、私は一番プレー上手になるって、考えています。すみません、あと一つ、2クォーターで3ポイントを4本決めた後、ベンチに戻ったと、なんかチームメイトからの声掛けとかありましたか？はい、ありました。みんな、ウェインとか、シューターだって言って、そういうことがいっぱいあったんだけど、やっぱり、みんなも私、ルッキーだから、私も活躍したいってみんなも考えてるから、こういう、ゲームで活躍するのは、みんなも喜んでるから、これからももっと頑張って、もっと活躍したいです。はい、ありがとうございます。振り返りから、はい、今日の試合は自分としては初めてのゲームで、チームとしてもお客さんいるの試合は初めてだったんですけど、悪いところもたくさんあったし、いいところもたくさんあったと思いますし、マイクさんが求めていることを全然できたかというと、できたなと思います。多かったと思うんですけど、初めての試合だからいろんなトラブルが起きたり、その中ではそんないい高評価でもないし、低すぎる評価でもないと思うので、さらにこれを来週の試合で一個一個、質を高めて、10月の開幕戦では100点の、状態でやっていけるように努力したいなと思います。はい、じゃあ質問ある方、21の鈴木です。本日はお疲れ様でした。まず今日の試合に関してどのように試合に臨んだかと、あとは信州のこのブースターの空気みたいなのをどのように感じましたか？そうですね。今日の試合に関しては、まずいろんな、僕とサイモン選手は、まずシステムだったりいろんな戦術を、他の選手よりは、まだまだ理解能力が足りてないので、そこをしっかりと理解しないといけないんですけど、それ以上に試合に関してはエナジーと、速
速いテンポのバスケットっていうのを、今日はどれだけ遂行するか、で僕に関してはとにかくエナジーのチームに、自分がエナジーを出すことでチームがどれだけ盛り上げるかどうかっていうのがすごく重要だったのかなと思ったので、そこは、ただ時間帯っていうのは意識してやるようにしました。でお客さんはやっぱり、初めて自分が来たお客さんの前にプレーするということで、いろんな、何だろう、コロナだったりいろんな難しい時期にこうやって足を運んでくださるというのはすごく嬉しいですし、改めて、自分たちは、なんですか、当たり前にプレーするんじゃなくて、こういった安曇野という、地域に、たくさんお客さんが入ってくださったので、もっともっと、そういったお客さんに喜んでもらえるようなプレーをたくさんしたいなというふうに思いました。ありがとうございます。じゃあ今日の振り返り、はい、お客さん入っての試合っていうのは初めてだったので、課題の方が多かったですね。自分たちのやりたいバスケットっていうのは出せてた部分はあったんですけど、40分それはできてなかったので、そこはもう40分やらないと自分たちの目標っていうのは届かないので、もう少しここから詰めていけたらいいかなと思います。じゃあ質問挙手。はい、通報ワンの取材です。本日お疲れ様でした。井原選手とアトムトガード2人になって、2人ともアグレッシブなディフェンスから、オフェンスへの切り替えっていうのは、今日たくさん見られたんですけど、熊谷選手から見て、今日の試合 の, その、2人でやっての手応えっていうのはどういうのように感じてますか？ディフェンスに関してはどちらとも強みではあるので、井原さんが見せたルーズボールだったりとか、発生するところだったりとかっていうのは必ずチームにプラスになるっていうふうに思ってて、その中でもサイズがありますし、僕とはまた違う強さがあるかなというふうに思いますし、僕自身もなんていうんですかね、そんなに今日はシュート打つ場面というか、そんな入ってなかったんですけど、そういう時にやっぱディフェンスをこうやるっていうのはこう大事なことだと思いますし、シュートはいずれ入ってくると思うので、そこは心折れずにやり続けたいなというふうに思います。あとすみません、開幕、までもう少しなんですけど、目標みたいなのを今シーズンにあったら教えてください。やっぱり昨シーズン達成できなかったチャンピオンシップ出場っていうのは必ずやりたいと思ってますし、あとは個人的にはこうもう少しこうレベルアップというか、一試合一試合こう、体もメンタル部分も考え方もこうレベルアップしていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。少しの会見を行います。まず今日の振り返りをお願いします。まずは両チームでも激しくプレーした、いいゲームだったと思います。我々にとって1試合目になりましたけど、本当に経験になりました。トレーニングキャンプで取り組んできたことをいい時間帯は、たくさん見れて次々と、いいプレーが出て、ただ40分やるべきことを、続けるというところにはまだ程遠いので、今日は1戦目でしたけど、これからどんどん成長していければと思います。はい、以上です。はい、通話の鈴木です。本日お疲れ様でした。今日、新加入の井原選手とサイモン選手が加わって、チームでも、お客さん入れたのは初めての試合だったんですけど、そのチームでの手応えっていうのはどのように感じてますか？はい、そうですね、先ほども言ったんですけど、いい時間帯は、とても良かったです。出だしから、ディフェンスも激しく当たってて、オフェンス面でもそのエナジーが、見えて、いいドライブキックが複数回あったり、ペースが良かったり、それが、ちょっとずつやっぱりエナジーをたくさん使って落ちていったので、あれを40分継続することが今後の、課題というか、でそのためには全員の力が必要なので、ベンチメンバーも、全員がどんどん成長してステップアップして貢献してくれればというふうに思いますけど、1戦目としては良かったと思います。最後にもう一度お願いします。今日の試合で井原選手と熊谷選手 の,
フレッシュルなディフェンスからオフェンスへの切り替えっていうのは結構見られたと思うんですけど、このポイントガード2人に関して今日の試合、ヘッドコーチからどのように見えましたか。はい、今日は、まあ、プレシーズンということもあったんですけど、もう5分ずつで、どんどん交代をして、そのディフェンスのプレッシャーを継続できるように、あの2人のディフェンスのプレッシャーっていうのは結構リーグの中でもトップクラスだと思うので、それを40分まずは前から当たれれば、まずいいディフェンスのスタートになると思うので、その部分は非常に良かったと思います。はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。